神の力を超越するなど。ザンザン、これが世界の摂理。神といえど摂理に設定された限定的な能力の行使者に過ぎない。その力は巨大といえど無限ではない。この声は、貴様はアルビース、使徒の分際で貴様は、僕はモナド、僕は世界の始まりにして終わりを告げるもの。なんだ、何を言っている。さあシュルケ、選び取る時だ。ザンザの世界か、君たちの世界か。そんなこと最初から決まってる。うわあ、その文字は、僕たちは僕たちの力で神を切り、そして未来を切り開く。はあ、消える、我が消えていく。創世から紡がれてきた神の記憶が消えていく。